バルの子供。ねえば、だからちゃん、どんこの子供。これ放流しとるやつや。腐ってもたい。あ、引っかかってるやんこれ。ここに。なんか食べに来て引っかかったいう感じやな。これはリリースですよ。これはもう放流してるやつや、この町が。チャリコいうやつ。これが40センチ、5センチになったら、50センチになったらいいね。大きくなって育てよう。ヒーター。よいしょ。またちっちゃいメバルだよこれ。今日はこんなんばっかり。どんこ、どんこよ。これ綺麗だ。でもがふぐ。分かってる分かってる。今日一がふぐ。ダメだこれ。この手前のテトラの横の穴を狙ってみたいと思います。よし。
くないのわかる。どんこ。食うとるわ。あーほんで。これカサゴだね。タケノコメバル？どっちや？詳しい方教えてください。うわうわうわ。ワームで。これはね、タケノコメバルかカサゴかどっち。でもそれ系の魚をワームで釣れました。これやりたかったんや。YouTube の動画見たおかげやな、これ。偶然、そういう釣り方なのを撮った脇でした。鳩場のボアテの脇。これぐらいは逃がさなかんね、普通。ね。逃がそう。このどんこも逃がしたろ。まだまだ大きくなるからな、これも。まあまあ、釣り、初心者の釣りとしては、まあまあ、ええ方です。もっとちっちゃいんでいっぱいおるからね。逃がしちゃいます。さようなら。ひた。雨も降ってきた。だいたいイカ釣り狙いが重いですよ。一人一枚ずつぐらい上げてます。